どうも、こんにちは。グミポリチャンネルへようこそ。では、早速、始めるよ。さて、まずは、組み込みシステムとは何だろうという原点から始めていくよ。おそらく普通に暮らしていて、聞いたことのある人は少ない言葉だろうね。このチャンネルでは、僕が教師役をやるよ。コンデンサー君は電気回路代表としての登場だけど、別に電気回路の説明はしないらしいよ。まあ、ソフト屋さんからすれば、回路図を見て、なんか途切れているところ、くらいの印象しかないもんね。コンデンサーっていいんだよ、脇役で。脇役というか、聞き手役だね。だから重要だよ。そんなに落ち込まないで。コンデンサーの大事さもいずれ説明するから。重要なのは間違いないもんね。なんかやる気出てきたよ。では気を取り直して。まず、組み込みシステムという言葉が、どういう分野で使われているかを先に説明するよ。なるほど。用語からっていう感じだね。このチャンネルではどういうことを扱っていくのかっていうことだね。そういうこと。じゃあ早速だけど、コンピューター機器と聞いてどんなものを思いつく？そりゃあ、真っ先に浮かぶのは、パソコンやスマホ、タブレット端末じゃないかな。コンピューターって感じだよね。普通はコンピューターが搭載されているというと、そのまま、コンピューター機器をイメージするよね。でも、組み込みシステムにもコンピューターが搭載されているんだ。だとすると、組み込みシステムと、これらのコンピューター機器とで、どういう違いがあるのかな？結論から言うと、パソコン、スマホ、タブレットのようなもの以外のコンピューター搭載機器のことを、組み込みシステム、あるいは、組み込み機器、というんだ。どういうこと？他にはどんなものがあるの？パソコンなどは、ユーザーが思い思いのアプリを入れて、様々なことができる。こういうのを、汎用性、というんだけど、組み込み機器に汎用性はないんだ。組み込みシステムを言葉で定義するなら、特定の用途の機器に搭載されるコンピューターシステム、っていう感じかな。今はあらゆるものにコンピューターが載っているので、数はとても多いよ。カルクレイを上げてみよう。ドアロック、洗濯機、電子楽器、車などの車両、プリンタ、カメラ、信号機、産業用から製造や医療などに関わるロボット、腕時計、エレベーター。ということで、まあ大体のものが該当するね。なんか今、関係ないのがちらっと出なかった？というわけで、組み込みシステムというのは、みんなが普段何気なく使っているものに搭載されているんだ。そのまま行くタイプだったのか。どれも汎用性はなくて、カメラなら撮影する目的、時計なら時刻を表示する目的のように、用途が明確なんだ。とても幅広いので、そういうもんなんだという認識でいいよ。そこを、あえて一括りにするなら、外部からの信号や、様々な物理エネルギーを、用途に応じて入力し、それを求められる形の別の物理エネルギーや信号にするために処理をして、最後にそれらを出力する。このように、特定用途に向けて、様々な信号や物理エネルギーを処理して、別の信号や物理エネルギーを出力するのが、組み込みシステム、と言えるんだ。あ、色が変わってるね。これが、別の出力、ってわけだね。そう。組み込みシステムの役割は、このような加工、つまり処理をすることなんだ。そして組み込み技術者の仕事は、これを満たすシステムを構築することにあるんだよ。最近は組み込み機器でも、CPU が高性能になってきたこともあって、OS が乗ることも多いんだ。その場合は組み込み技術者、というよりは Linux などのアプリケーション技術者に近いことをするよ。逆に、OS があるだけでも NG な高速用途や、タイミングが厳密な用途など、まだまだ OS のないシステムも多いんだ。そういうものはハードも含めて考える必要があるよ。ということは、組み込み技術者といっても、アプリケーションよりも技術者と、ハードにもかかわらぬ技術者と分かれる感じかな？そうなるね。このチャンネルでは、ハードにも関係する組み込み技術者を対象とするよ。何しろそういうところができる技術者が不足しているんだ。気になってたんだけど、力っていうのは具体的にはどんなものを指すの？入力は、人のスイッチ操作や重さなどが該当するよ。出力はモーターの力だったり、それを利用したポンプなどが該当するね。なるほど。あと、この図ではシステムに直接、入力や出力が描かれているけど、そんなダイレクトにできるものなの？ CPU は、基本的にデジタル信号しか扱えないし、ソフトは数値しか扱えないので、そういったところはセンサーなどを使ったハードの役割になるよ。それらをひっくるめて、システム、なんだ。物理エネルギーは当然アナログだし、センサーの多くはアナログ信号を扱うから、CPU に入れる前に変換する回路が必要になるんだ。アナログ信号は、分解能が無限大の信号のことだよ。いやあ、どうやって入力を受け止めるか、とか出力をするのか、とかも考えないといけないわけだね。そうだね。そのような、入出力の境界が、インターフェース、と呼ばれるところだよ。PC などでのインターフェースより、範囲が広いということになるね。PC などのインターフェースは、相手が人間だったり、周辺機器に限られるけど、組み込みシステムでは、物理現象そのものがインターフェース、と言っても過言ではないかな。このように、組み込みシステムは、ハードとソフトが互いに協力し合って、入力をもとに、望みに沿った出力をするものなんだ。ところが、ハード担当とソフト担当は、そもそも部署が違ってたり、チームとして分かれていたりしていて、それが時には障壁になることがあるんだよ。同じものを作ろうとしてるのに、なんでそんなことになるの？それは、ハード技術者が担当する電気回路と、ソフト技術者が担当するソフトウェアの特徴と関係があるんだ。電気回路は、まず製品原価に関わるので、部品を安いものにしたいし、基板製作のやり直しは時間も手間もかかる。加えて電磁気学という物理学を相手にするので、実験しないとわからないこともよくある。ソフトは、仕様さえ固まってしまえば、比較的やり直しには融通が利くし、原価は意識しなくていいので工数にだけ目が行きがち。でもハード技術者から、簡単に変更できる、と思われてるので無茶ぶりも多い。実はソフトの仕様が固まっていれば、がくせ者で、ソフト技術者からすると、電気回路が決まりきっていないといけないことになるから、待ちが長くなる傾向にあるんだ。すると納期が厳しくなるから避けたい。なのでソフト技術者はある程度の見切り発車を余儀なくされることになるんだ。しかし CPU 選定はハード技術者がやることが多いから、設計あたりでどうしても止まってしまう。ハード技術者は、ソフトのことを知らない人が多いので、どんな CPU を選べばいいかを価格とポート数、配線のしやすさや入手性だけで選びがち。これらが積もってプロジェクト終盤で火を吹くことになるんだ。全てがそうというわけではないだろうけど、中の人はこういうのをたくさん見てきたんだね。互いに互いを分かっていないことが、利害の衝突や、他のトラブルの原因になったりもするわけ。だから両方を知る人がいると、プロジェクトがすごく楽になるんだよ。別に両方の全てを知っている必要はなくて、どちらかのスペシャリストが、もう一方をある程度知っていれば十分なケースが経験上多いように思うよ。ハードもソフトもトータルで考えられる。これができる組み込み技術者、つまり組み込み分野でのアーキテクト的存在が、とても貴重なんだ。ゼロから全てを考えて、それらを構築して動かすことが、組み込み技術者の最大のやりがいだと思うよ。そんなスキルを持った、貴重な技術者を志す人を応援するのが、このチャンネルの趣旨なんだ。技術者まで目指さなかったとしても、例えば電子工作が趣味の人なんかは、ソフトもハードもできた方が、作れるものの範囲が広がるから、そういった人にも見てもらいたいね。ソフト技術者でも、CPU の動きを知るのだけは必須なので、まずはそこからだけでも始めればいいかなと思っているよ。CPU を知ると、C 言語のポイントなんかはかなりわかりやすいんだ。C 言語だけでも苦手な人が多いのに、さらにポイントなんて嫌われ者の代表外。まあ、そのあたりも含めて、このチャンネルで理解を深めてもらえると、中の人も喜ぶと思うよ。というわけで、組み込みシステムと技術者について解説しました。今後の用語を中心に解説していくね。わかりにくいところがあったらコメントをお願いします。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。